そして男性の恋は一瞬ということですね。長く続きません。でも愛は永遠なんです。はい、皆さんこんにちは、りゅうきです。今日は彼に結婚を決意させる方法というお話をしていきたいと思います。彼がなかなか結婚してくれない、このようなご質問ってよくいただくんですね。女性の方は早く結婚したいと思っている方が多いのではないでしょうか。でも彼はそんな素振りを見せてくれなかったり。ですから今日は彼に結婚させるためにはどのようにしたらいいのか、このようなお話をさせていただきますね。ではまずこのようなご質問をいただいたのでご紹介させていただきます。はじめまして。はい、はじめまして。りゅうきさんにご相談があります。もうすぐ30歳になる女性です。私は35歳の彼がいます。付き合って10ヶ月ほどです。私は結婚願望が強く、彼には付き合う当初からできるだけ早く結婚したい、このように伝えていました。ですが彼からアプローチされる気配はありません。ただ私は30歳までに結婚したいと思っています。彼と早く結婚するためにはどのようにしたらいいでしょうか、教えてくださいというご相談です。ありがとうございます。なるほど、まあ、節目節目っていうのは結婚したくなりますよね。気持ちをよくわかります。ですからそんな方のために彼に結婚を決意させる方法3選をお話ししていきたいと思います。まず1つ目です。1つ目は彼の仕事が安定するようにサポートするになります。まず男性が結婚を決めるときって意識の変化があるからですよね。そこを理解してほしいんです。どんな変化があるかというと、恋から愛に変わるということなんですね。そういう人がかなり多いんです。そして恋と愛って似て非なるものなんです。似ているようで全く違うということです。女性はずっと恋したいと思いますけどね。ただ男性は結婚を決めると恋から愛に変わるんです。ただそれが悪いというわけではなく、責任を取らなければならないと思い、恋が邪魔になるんですね。そんな恋と愛の違いっていうのは、恋は自由、愛は責任、恋はドキドキ、愛は安定、恋は今を楽しむ、愛は将来を考える、恋は制限、愛は無制限、恋は下心、愛は真心、恋はもらう、愛は与える、恋は惚れる、愛は受け入れる。まあ言い出したらキリがないですね。まあこのように男性は結婚を考えると恋から愛に変わるんです。まあ切り替わるんですね。これを覚えておくと損はないです。つまり男性はその彼女と将来のために責任安定を目指して仕事に集中するようになるということなんですね。ということは彼が仕事で安定するようにサポートすればいいわけです。彼が仕事をしやすい環境を作ってあげるといいんですね。そうするにはまず彼の仕事を理解してあげること。まあ言いたいことは、男性の中では恋と愛って似て非なるものだということです。そして男性の恋は一瞬ということですね。長く続きません。でも愛は永遠なんです。まあこのような違いを分かっておくといいですね。そして2つ目です。2つ目は彼の能力を底上げさせるになります。女性にとって彼が結婚してくれるかどうかというのは期待が伴いますよね。そんな期待についてなんですが、男性と女性では考え方の違いがあるんです。まず女性は期待できる予告があれば楽しめるし満足できる脳の構造になっています。だから2人の未来の予告が大切だったりするんですね。例えばデートを予告してもらえると、そのデートのシミュレーションを繰り返しながらいい気分になれるんです。何着ていこうかなとか、どんな靴履いていこうかなとか、どんな髪型でいこうかなとか、このようにデートまで気分を上げながら生活していけるんですね。つまり多くの女性は期待させてほしい生き物なんです。逆に男性は期待させることに抵抗があるんです。結婚についても同様です。なぜなら結婚を期待させてしまって、結婚が延長になったら悪いなとか、結婚以外でもあまり期待をさせてしまうと期待通りにいかないと怖いしなみたいな感じになっちゃうんですね。だから前もって過度に期待させる約束はしたがらないんです。軽はずみにあまり期待させたくないわけです。要は期待通りにならないことをビビってるんですね。男性は女性を確実に喜ばせたいと思うからです。まあ、こういう思いがあるので、全て自分の中で確実になった時以外は期待させることをためらったりするんです。だから相手の期待通りにする自信がない時は結婚の約束も渋ったりするわけです。結構僕も確実にならないと大きな約束は避けますね。あまり余計な期待をさせたくないと思いますからね。このように確実に自信がないと期待させることができないのが男性の特徴になります。女性は期待させてほしい、男性は期待させたくない、このような男女の違いを意識しているといいですね。つまり男性は自信がないとき、女性を期待させるようなことは言わないし、しないんです。だからこそ彼の能力を底上げして彼に自信をつけさすといいということです。まあそれにはまず、あなたといて私は幸せよ、このように言い続けるといいですね。すると彼は自信がついてきますし、自信がつけば彼の能力も底上げしてきます。いいスパイラルに入るということですね。まあ乗せていくといいんですね。まあ単純ですからね、男性はね。そして3つ目です。3つ目はプレッシャーを感じさせないことになります。男性が結婚に前向きになるには、自分が彼女の幸せに貢献できるかどうか、これが大切なんですね。ということは、自分の彼女の幸せに貢献できないと結婚は考えられないということです。まあこういう男性って結構多いんですよね。自分の力のなさと彼女を幸せにしないと、このようなプレッシャーに負ける男性って意外と多いんですね。彼女のことは好きなんですけどね、
ですから自分が彼女を幸せにして彼女にとってのヒーローになれないくらいなら別れを選ぶ、このような男性もいるんです。だからこそ焦らさないことですね。結婚焦らすと男性はプレッシャーを感じますからね。それには皆さんがまず焦らないことです。皆さんが焦ると相手も焦ります。気持ちはわかりますけどね。ただ焦りが一番身を滅ぼしますから。ですからまずは落ち着いていきましょう。すぐに全てを決めようとせずにゆとりを持ってゆっくり時間をかけていってもいいと思います。タイミングが全てですので、まあ、結婚って特にそうですよね。皆さんに必要なことは皆さんにとってベストなタイミングで起こってくるということです。だからこそ皆さんが焦らないようにして彼も焦らせないこと。皆さんが焦りすぎると彼は遠のいていくわけです。彼との結婚が遠のくということです。なのでまずは相手の気持ちを理解するようにするといいですね。彼も自分の気持ちを分かってもらいたいと思ってますから。そして彼も自分のことを分かってもらえたらプレッシャーから解放されます。そうなると余裕ができますので結婚のことを考える余裕もできるようになると思うんですね。いかがでしょうか。以上が彼に結婚を決意させる方法3選になります。まとめますと、まず1つ目が彼の仕事が安定するようにサポートする、そして2つ目が彼の能力を底上げさせる、そして3つ目がプレッシャーを感じさせないことになります。ぜひ参考にしてください。今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。 LINE の方ではご相談を募集しておりますので、ぜひご登録ください。概要欄に貼っております。そしてチャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いいたします。励みになっております。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。皆さんの幸せを心よりお祈りしております。